新刊、何が何でも長編小説が書きたい、ダイ賛発売中、鈴木喜一郎、作家日記。今日のテーマは、行動しろよ、55歳。今日はマシュマロに寄せられた質問です。鈴木先生、はじめまして。はい、はじめまして。文学賞受賞年齢について質問します。以前、 YouTube で先生は、受賞は一種の就職試験なので、応募者の年齢は当然、勘案される旨をおっしゃっていました。<coughs> ああ、よく言うね。その際、歴史、時代、時代小説では、50歳でも若いともおっしゃっていらっしゃいました。うん、そうだね。私は、 55歳なのですが、うん、ミステリーやハードボイルドを書きたいと思っています。<laughs> ですが、年齢のことを考えると、やはり歴史時代小説に取り組むべきなのでしょうか。何を言ってるんだ君は。<laughs> ご回答よろしくお願いします。 いや、本当に何を言ってるんだ、お前はだよな。<laughs> 55歳って言うと、まあ、いいお年だろ、君。ええー。55歳なのですが、ミステリーやハードボイドを書きたいと思ってるんだったら、ハードボイドを書け、ミステリーやハードボイドを書きゃいいだろう。うん。シンプルにそう思うぜ。 ですが、年齢のことをやはり歴史小説や時代小説に取り込むべきなのでしょうかこれ、つまりさ、君はまだ何も書いてない状態でどうしようかこうしようかってうじうじ悩んでるということなのかね一体何考えてんだ55にもなって。<laughs> あのさ、つまり君は何をしたいのかっていうことを自分で考えよう、55歳。ねえ。 君が何をしたいのか君の言いたいことは、君が今言っていることはどういうことかというと、水泳でオリンピックに出たいです。それはわかるな。飛び込みは競技時間が短くて年齢が高くても大丈夫そうなので、飛び込みに、飛び込みで、えー、オリンピック出たいんです、先生。ちなみに私はプールに入ったことがありません。 君これと言ってることと同じことだろう ?55 歳の君、ええ、君に足らないのは、ええ、才能でもなければ必力でもない。君に足らないのは行動力だよ。 やりたいって言ってミステリーハードボイドを書きたいんだったらミステリーハードボイドを書きゃいいだろう。で、それで起こして、まあ、どうにもしょうがないよねって思った時にそこで、じゃあま、歴史小説いや時代小説やってみようかって言うんだったらまだ話はわかる。あともう一つ、歴史小説を書いてる人間から言わさせていただくと、歴史小説というのは、 おばスてやまでもなければじじスてやまでもない。対して歴史小説に思い入れがないじじが、俺はと、これしかないから、とりあえずここで、えー、ここしか受け入れてもらえなさそうだからなと思って、ええー、別にネ意クもないくす、もなく、愛情もなく、うん、そういう状態で歴史小説を書いてみようかっていうの、それはさ、君。 歴史小説を舐めるんじゃないよ。その、こういう言い方をされると歴史小説を書いてる人間としては極めて不愉快だよね。俺は君らの子を見捨て場じゃないし、高齢者の子を見捨て場でもない <coughs>。まあ、それはそれとして、 歴史小説、あの、ミステリーハードボイドを書きたいと思う、で、年齢的に歴史時代小説に取り込むべきでしょうかって言ってるんだったらさ。まあ、もう一つ思うのはさ、シンプルにこれ全部くっつけて、歴史時代ハードボイドミステリーにしちゃいかんのかっていうことは思うよね。で、こういう話をするとさ、何ふざけたことって怒る人いるんだけど、いや、 その、僕は歴史小説のミステリーって、歴史法廷ミステリーって何本か書いてる。うん。今手に入るものは、えっ、ー、と、美男中心蔵が、あれは、電子書籍だけだけどね。美男中心蔵があれは法廷、歴史法廷ミステリーになってます。あとは、国書偽造もう今手に入らないけど、あれ、もう、その、うん。 徳川幕府が、李氏朝鮮との国交回復したのに、したのその、う津島宗家が国書を偽造して、うんたらかんたらという、まあそういう法廷ミステリーにしたってこともあったよね。あとは歴史小説で、ハードボイドって言ったら、北方健造さん書いてるよな。 まあ、やるんだったら、やっぱ、そういうものをやればいいけれど。ねえ。まあ、あのー、一応ね、やっぱ、あのー、50代の60代だと、えっとね、自分の、うちの受講生の作品を読んでいて、完成度は高いので、 完成度高くてきちっと出来上がってるよね。うん。ただまあ、この水準だって、もうプラス一つプラスアルファが欲しいけど、これが、この水準で20代や30代が書いたんだったら、デビューさせるよねっていうことはある。で、やっぱり、あの20代、30代、特に二十代、20代ぐらいだと、 あの、完成度が低くても勢いがあって、なんかこう、これ伸びそうだよねっていう場合には、あもう作品自体には目をつぶって将来性にかけるっていう、まあそういう部分はあります。伸びしろあるよねっていう。えー、なんでかって言ったら、新人賞を受賞して、そこから叩いて伸ばしてこう、あれこれ鍛えなきゃいけないので、新人賞ってさ、ゴールじゃないから。 そこからスタートだから、新人賞というのは、受賞したのが、それが目標じゃないからね。受賞したら、そしたらようやく、うん、編集者とのやりとりで商業出版のレベルに達することができるかもしれないっていう、その程度のものなので、だから、そ、あのー、55歳で、 こんなに志の低いことをさ、うん、もうミステリーじゃとても難しそうだから、まあ、とりあえず歴史小説にしてみようかなんてさ、ぬるいことを言ってるような55歳はいらないよね。うん。いや、好きで好きでしょうがない。うん。まあ、歴史小説、あれが好き、これが好き。いや、好きなものがいいんだ。芝良太郎だろうが、火んじちょうど五郎だろうがさ。 でも私はこれが書きたいっていうものがあった上ででも55って年どうなんだろうっていう場合にさでも55ってどうなんだろうっていうよりも55で年の問題で年食っちゃったけど俺はどうしてもやりたいんだっていうものがそういう熱意がありゃ話は別だけどそんな感じじゃないよなまあ何しても どうも、一本も書いてなさそうな状態でこういう話をしてるみたいな感じなんで、なんで、なんで、とりあえず行動しろよ、55歳。っていうことは思います。この番組へのお便り、皆様からのご質問などを募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、大量物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステッションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの ポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところで、ではではでは。